はいどうもそうたたた。最近ね、僕の動画で自分の描いたイラストが採用されなくて悔しいとか、次こそ頑張りますって言ってくれる、まあ、いわゆるね、こう頑張ってくれる人が増えてすごく嬉しいことなんですけど、中にはね、こうなんで採用しないのとか、何回も送ってやるっていう人がいるんですけど、ごめんなさい、その中に無断転載バレてる人います。はい、というわけでね、一番最初はこちらの方のイラストですね。もうね、選んだ基準としては、まあ、色が好きだったんですよね。そしてね、このなんだろう、背景のちょっと暗い雰囲気の感じの色かな。ここもね、見事に、僕の好みとね、マッチングさせていただきました。ありがとうございました。そしてね、こちらも見た瞬間に、採用決定させていただきました。もうかっこいいですよね。目元が隠れてて、このミステリアス風な感じがね、かなり好きでしたね。でね、まあ、あんまり絵描きさんってこう丸々みたいって言われるのはもうかなり苦手な人も多いと思うんですけど、まあ、強いてね、こう例えを出すとしたら、こう米津玄師さんみたいなね、そんな感じの雰囲気があったので、とてもかっこよくて採用させていただきました。ありがとうございました。そしてね、こちらの女性かなりかっこかわいかったんですけども、これね、気になったこのなんだっけ、この肩見えちょる系ファッションなんて言うんでしたっけ、ニット違う気がする。気になるけど名前知らなくて、インターネットで肩見えるやつって検索したんですけど、全然名前わかりませんでした。わかる方ね、ぜひコメント欄で教えていただけると助かります。よろしくお願いします。そしてね、こちら本人がね、ちょっと失敗作って言ってきたんですけど、これね、僕ちょっと予想しました。おそらくね、このイラスト、雰囲気は雨をイメージしたと思いますねえ。多分そうなの。これでね、失敗作ってことはね、もう次回は成功作を期待しています。ありがとうございました。最近テストをこんな感じに倒しました。圧勝だね。はい、そしてこちらのイラストなんですけども、結構ね、こういうやんちゃ感のあふれるイラストも好きなんですよね。こうやってね、絵の具たくさん持ってね、自由に生きてますみたいな感じですよね。もうスプラトゥーンとかやらせたら絶対強いと思いますね。そしてね、最後にはもう美しいイラストが来てくれましたね。ありがとうございます。もうここね、花だけかと思ったらね、レモンとかイチゴも描いてくれてるんですよね。素敵ですね。もうこれね、最高にかっこよかったのが、描いたカレンさん本人がね、こう何もコメントもなしにね、こうささっと置いていってくれたんですよね。もうここにね、もう僕すごい感動してしまってね。かと思ったらね、最後に何もコメントせずにささっとキリン置いていった人もいましたね。